まあ、皆さんが開けれる足いっぱいいっぱいまで開いてください。はい、これで私ですね、ちょっとね靴を脱ぎましょう、はい、こういう感じですね。全く同じようにやっていきますね。まず体を倒していくときに腕もしくは頭をこういうふうに抱えて無理なく伸ばしていきます。ストレッチでやっちゃいけないのは自分でねグッ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 の力を使って伸ばすことですね、はい、それをしないようにでちょっとずつ前に行きながら体が倒れてくるので手で支えながら自分のいける範囲で体を回していきます。そしてこのね腕を出す意味というのはこの脇腹をね伸ばすことができるんですよね。腕がないとねここ伸びてくれないんです。ここに大きなね背中の下に筋というか筋肉が通ってるんですけどここを伸ばそうと思ったらこの腕を使う、なのでこういう風にして使っていきます。いきます。ここはねもう少しスムーズにいきますね。でこの時に呼吸っていうのは自然な呼吸で構わないですけどちょっと深い呼吸をねするように意識してください。もう一回いきます。これねやればやるほどどん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 ねこのね体を回すね範囲が大きくなることに気づくと思います。はい、先ほどよりも落ちてきたんじゃないですか皆さん体が。僕はほら肩と膝が当たるぐらいまで来ました。まだ呼吸は使ってません。これは呼吸法を使わない、体のね、直接的な部分を伸ばすその前後の、筋肉筋とかを伸ばすストレッチです。はい、まだ呼吸法は使っていません。でこのままゆっくりストレッチでもう一つ大切なことはリラックスしてあげることですね。力を抜いてあげる。だからこういったね芝生でねやるとかなり気持ちいいですよ。うん。リラックスできるので、ね、でこのまま、呼吸法を使っていきますね。で皆さん行ける範囲での部分で構いませんのでこういう方もいれば触れない後ろに倒れそうこんな感じの人もいてると思いますが、やることは一緒です。変わらないですね。こちらも、同じく倒せるところまで行って一番、倒せれるところでストップしてそのまま息を大きく吸っていきます。息を吐きながら倒れれるところまで前に持っていきます。無理しないようにしてください。で息を吸うときには鼻呼吸、口呼吸どちらでもやりやすい方を、選んでください。無理して前に行かない、これを意識してください。息を吐いた時に体の力が抜けてきます。その重力に体を任せるように体を倒していってください。なので自分で引っ張らないようにやっていきます。もう一回いきましょう。息を吸います。はい、こんな感じで、はい、どうですか。こういったストレッチの効果これをやったところでじゃあどうなんだと、日常生活にどうなんだ、スポーツにどうなんだっていうところでちょっと説明していきますと、日常に関しましてはやはりね腰を痛める方が多いと思います。この世の中デスクワークであったり腰が固まるような体勢、ウェイトレスとか立ち仕事って言われるものはやっぱ腰にきますよね。やっぱ体を倒したりとかすることもなかなかねあるんですけど、やっぱ重たい荷物を持ち上げるような動きって腰に負担がかかって良くなかったりするんですけど、立てる状態が続けば続くほど腰への負担っていうのがかかります。でこれを日常的にやってると、まあ、それがヘルニアへとつながったりとかするんですけど、こういうストレッチっていうのは、腰の感はですねちょっと暗くなってくるんですよ。だいぶちょっとね雲に太陽が隠れたり出てきたりとかするんで光の調整が難しいんでちょっと
カメラの明るさ変えました。ちょっとまた出てきたから明るいかもしれませんけどご了承ください。はい、でこういったストレッチをすることによって、まあ、腰の痛めてる方はこれ腰を痛めてない方にでもすごくやってほしいストレッチになります。体がなんか日常で軽くなったような感覚を得れると思います。そして、体が結構機敏にね動いてくれるんですよね。腰っていうのは体の中心です。腰が硬いとか腰が痛いっていう人は体の動きが非常に鈍いです。はい、例えば足をつまずかせてこけそうなった時に思わず出るアクションでまだこけてもいないのに腰を痛めたりすることあるんですよ。とっさの動きで腰がグッてきちゃうとか、腰が弱い人は特にそうなりやすいんですけど、ストレッチをね普段やられてない方、腰ガチガチの人はそうなりやすいですね。それは前屈とかっていうストレッチも、この開脚でも腰のストレッチは効きますし、この足裏っていうのは非常に硬くなりやすいですっていうのも、やっぱ日常的にここを伸ばすようなストレッチっていうのはやっぱりされないと思うんですよね。今回教えているような呼吸法を使ったストレッチっていうのは痛くもありませんし、むしろ気持ちです。しっかり自分の呼吸をベースに体この重力のままに任せるってことをやっていくのがすごく大切です。やっぱりね自分の力でやろうとしちゃうので痛いし、それって体伸ばせないんですよね実は。でその痛い思い出っていうのは次にそのストレッチをやりたいかってなるとまあやりたくないですよね、痛いしってなるんで。でも呼吸法はあまりね痛さっていうのは正直そういった自分の力でググググやるよりもやりやすくて痛みもすごく少ないのですごくおすすめです。でそれ以上に呼吸を使うことによって本当に芯から体を伸ばしていけるので、これが正しいストレッチの方法です。で、呼吸法の前にやりました直接的に要はこのドストレートで真正面で伸ばすっていうこと以外にサイドでしっかりね体を伸ばしてから自分の伸ばしたい最終的な目的地ですね、正面っていうところに持っていくことによって体っていうのは全てつながってます。はい、これだけ伸ばしたら伸びるんではなくてしっかりサイドもやってあげることによってより体のね本来持っている柔軟性っていうのが活かせるようになります。そういった体勢準備を作るのが一番最初の準備ウォーミングアップで、そこから呼吸を使ってやっていく、これが正しいストレッチになります。というわけで今回これでストレッチの動画は終わろうと思います。はい、これがね意外と誰も知らないストレッチ法になります。はい、これをご自身でもやっていただきたいですし、周りの近くね友達とか家族とかにも教えてこの動画を見ながら皆さん一緒にやってください。これからもねもっとこういったコンテンツが見たいとか、もっとこういったストレッチを見たいっていうことがあればぜひそれもコメント欄にください。というわけで今回のご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。フィットネスに関する全てのことをシェアしている筋トレ専門ホームページを制作しました。トレーニングの方法からサプリメント、ダイエットのことまで全て知れるマルチウェブサイト Urban Style Fitness。 フィットネスや筋トレについてもっと勉強がしたいという方はぜひ遊びに来てください。